あは,はい、こんにちは。はい、こんにちは。はい、昨年、1年前ね、出てもらいました。僕の大学同期の元東北大学ゴルフブのキャプテンですね。大野義則プロに、また今回も来てもらったんですけどね。昨年の動画、なかなかいい動画撮らせてもらって。あ、そうえ。今、地元の栃木県那須にあります、大野ジュニアゴルフアカデミーで、ジュニア育成、プラス、大人の方もててやってます。教えていて、なんかジュニアの成長が著しいと。 もう、毎年日本ジュニアに何人も送り出しているという、うん。今年も4人行ってますね。プロテストを受けてる子も女の子3人。まあ、ジュニア1人、ああ2人で、1人は調子の研修生なんですけれども、今のところ順調に。で、うちでね、東北高校ゴルフ部の部活ね、してるんですけど、今年、大野ジュニアごとアカデミーからも1名。 入ってきて頑張ってるんですけどね。まあそんなところで、なかなかレッスンで評価の高い大野のプロですけど、もうなんかもうプロもね、たくさん見てきて、アマチュアの方もたくさん見てきてると,、はい、というところで、今回は日本撮りです。はい。うまくなっていただこうと。はい。僕とは違う視点で。 今回やっぱりアドレスが大事なんじゃないかっていう話になりまして、うん、アマとプロの違いっていうところをまず説明してもらいながら、はい、このアドレス作らないとま,あまず始まらないですよっていう話をしてもらいたいということで、はいはい、日々アマチュアの方レッスンをしている中で、どんなアドレスする人が多いですかねえっと、一番多いのは、アドレスをした時に、右サイドがこう出てしまう。 はいはいはい。右の腕が伸びて、右肩が出て、で、右の星が少しずれてるような構えですかね。はあ、こういう構えの人が8割方いるんじゃないかな。お<ー>こういう感じ。これは僕もそう思うんですけど、まあ、ぶっちゃけなんでそうなのかやっぱアマチュアの方は、目標方向をこう広く取ろうとしちゃうんですよね。はあ そうすると、アドレスをしてこうやって見たときに、左肩が開いて、そのまままた下を向いて入るので、全体的に左向きの構えになって、右腰が右に出たような構えになりやすいと。だけど、プロゴルファーに関して言うと、アドレスをしたときに、むしろ、 右サイドが出るんじゃなくて、左サイドを締めるという感じで構えるので、はい、アマチュアの方がこういう構えだとしたら、プロゴルファーは逆になるんですよね。なるほど。で、やっぱり一番大切なのは、ボールを、まあ、ピンの方向に飛ばす、カップに飛ばすっていうことなので、目標方向を広く取るんじゃなくて、そのピンに対して絞って取らないといけないんですよ。ですね。 で、その時って必ず、左サイドを閉めて、視野を狭くする形で、やっぱアドレスってしなくちゃいけないんですね。はあはあ、で、まあ、例えで話をすると、まあ、ちょうど今、オリンピックもやってますし、はい、アーチェリーとか、はい、ライフル競技って、はい、絶対に目、的に対して正対しないんです。はあ、必ず、 真横からしっかり締めて目標を定めるっていう形を取るので、確かに。ゴルフも一緒ですね。あの細いピンに対して目標方向をしっかり絞って構えると、構え方自体が左サイドが締まった状態でどっしりとした構えになるんですね。そうすると、おのずと体の傾きっていうのが 本当に1、2センチなんですけれども、右に倒れた形になるんですよ。なるほど。左サイドを締めると。でもほとんどの生茶の方は逆に、まっすぐ真上から見ようとしちゃうので、はい、こういう構えが圧倒的に多いんですね。なるほど。はい。東北も関東も一緒ですね。うん、そうですね。全国共通。いや、世界共通。それはやっぱり、ボールを真上から見る。そして、ターゲットの視野を広くしてしまう。 か、はい、ら、その形になってしまって、そうそう逆にターゲットの視野が広いから、広い分いろんな球が出る。ああ、もう間違いないです。そうですかね。確かにアーチリーとか、整体しないね。絶対しないでしょ俺はいい表現だわ。ね。ああ絶対こう、確かにこうだもんね。確かに、ね。もうやらないもんね。ああ。だゴルフスイングも、そういう、まあ、点を狙うから、ピンを狙うから。そう。だから、いくらいいスイングをしても、方向取りがしっかりできていなかったら、 まあ、ピンの方にはまず飛ばないよね。もちろん、いい方向取りができていないから、いいスイングもできないとも言え、ると思うので。なるほど。まず最初のセットアップがすごく重要かなと。では、じゃあ、その、プロのようなアドレスをするために気をつけるポイントっていうのはあるんですかえっとですね、僕が気をつけてるポイントとしては、はい、アドレスを取って、目標方向をまず見るときに、必ず、 顔だけで動かすということですよね。まず。<ー>体を起こしてみない。そして、もう一つ重要なのが、はい、目標方向を見たときに、自分の視界に左肩が若干入ってほしいんです。視界の中に。なるほど。これがこう構えてしまうと、もう視界からほとんど左肩が消えちゃうんですね。なので、しっかり左肩を視界に入れてくださいはい。 そして目標方向を絞る。そうすると、おのずと体のこの傾きっていうのが、まっすぐからちょっとだけ右になるんですね。必ずなりますね。左サイドが締まるので。な,なるほど。そうすると右、右の腰の出っ張りが、まあ、当然なあ。なくなってくる。うん、こっちからこの逆に左になるよねって感じになるんですね。体が傾いた分だけ腰が左にずれるよね。なるほどですね。はい。 で、それと大切なのが、はい、別にオープンスタンスだろうが、はい、クローズスタンスだろうが、そんなに気にしてないですね。はい、で、大切なのは、オープンスタンスであろうが、クローズであろうが、はい、太もものラインを合わせる。太もものラインを合わせる。せるまずこの太もものラインをスクエアに取れるという、取るというのが重要で、はい、それと、肘の高さですね。はい どうしてもほとんどのアマチュアの方は右サイドが高くなっちゃうんです、はい、アドレスをすると右側のが高くなる。後ろから見ると、ほとんど左腕が見えないんですよね。はい、右腕が出っ張ってしまって、はい、下手したら右腕の下から左腕の部分が見えてしまうと。はい、なるほど。これをしっかり締めることによって、 同じ高さ、もしくは右の方がやや低めの形を取ってあげて、はい、ここの高さを合わせる、もしくは右の方がちょっと低めになるという形を取ってあげると、はい、スクエアは取りやすいです。なるほど。はい、じゃあ、アマチュアの方のアドレスから打つとどんなスイングになるんですかねはい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 。 まあ、プロだから、そこからでも打てますね。うん。まあ、でも、やっぱ弱い球になっちゃうよね。なるほど。うん。それを今の手順で、そこから、どんどん、プロ方面に行くとなると、まず、えー、スクエア、アドレスはどっちでもいいと。そう。ただ、太もも,も太ももラインする。肘の高さを合わせる。せるそして左、左サイドを締める。そうすると、おのずと体が少し右に傾く。 そして最後に顔だけで目標を確認して、まあ微調整って感じですかね。で、肩が見えてなきゃだメなんですよね。そう、見えてないだけ。なるほど。そうすると、こう、綺麗なアドレスになる、はいん。そうですね。このアドレスから。ああ。まあ、いい球だった、最後。いい球だった。ここからアマチュアの方に多いアドレスはどんな感じですかね。はい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 。完全出っ張ってますね。そこからスイングしていくと。 うん、まあやっぱりカットが多いんですかね。うん、カットになっちゃうよね。もう肩のラインがだって左にずれてるから、なるほど。勝手にカットになっちゃうよね。ではそこからじゃあ、プロ方面に近づけていくとなると、手順としてはまずアドレスを、スタンスを取った時の、はい、取った時に、太もものラインがまずまっすぐなのかどうか、はいえー、クラブを置いた時に、肘の高さが、 どっちも高いってわけではなくて同じ高さ。もし高くなるんだったらまだ左が高い方がいいです。はい。そして左サイドを若干締める。はい、もうその時点で腰がちょっと収まりが良くなるので、締める。はい、目標方向を見るときは顔だけ。はい。その時に左肩がしっかり視野に入っててほしいんです。なるほど。この状態で構えてからスタート。 なるほど。全然違いますね。はい。おまっすぐ行ってますか行ってる。結構いいんだらなぁ。こ,はダメね、これじゃまっすぐ行かないよね。なるほど。だからやっぱ鏡で見ないとダメ。鏡ねチェック。うん。<ー>鏡とかガラスで、自分のアドレスをこうパッと構えてパッと見たときに、はい、あれなんか出っ張ってるかも。 ああなんか左サイドがくの字に見えるよねっていう手がダメですよね。だからこうあ、鏡を見て、正面に鏡を置いて見たときに、しっかりここが出っ張ってないよね。はい、え左サイドがあまりこうやってくの字になってなくて、なるべくまっすぐ目に構えられてないと。ダメだっうん、ダメだね。やっぱりこれはもう日々チェックかも。なるほどアウト。アドレスは。 まあ、うん、とにかく、今の手順をやれば、そのような形になっていくので。そう、そう。まあ、まあ、絶対に締めて欲しい。やりさい。それはいい表現ですね。うん。やっぱりアーチェリーの話、わかりやすかったですね。うん、確かに点を狙うゴルフ競技なの、競技なので、確かに。そう、絶対視野を広く取ってたら、だよ。でも、わかるんですよ。ドライバーなんて特にね、やっぱ怖いから、うん、こうやって視野を広く取ってい,やいるね、いるね、いるね。いるこうやって構えたいんだけど、実際は視野をこうやって、 狭くして、点で狙っていくぐらいのつもりじゃないといけないのに、はあはあ、どこにでも行,く行きますようなアドレスをするから、どうやっても曲がるよねってやっぱ見えちゃうんですよね。なるほど。はい、これは皆さん参考になったんじゃないでしょうか。うん、もう迷ったらアーチェリーを思い出してくださいと、射撃とかね、はい、そういうもので点を狙うスポーツだということを今回サイン認識してもらえたらと思います。はいはい、次回このアドレスを知ってもらった上で、いよいよ動いていきます。はい、次回の動画でいい動き。 プロに近づくような動きをしてもらあの教えてもらって、皆さんのゴルフ向上につなげていただくとことになりますから、はい、大野プロになりたい方は、概要欄に大野ジュニアゴルフアカデミーの、えー、URL 貼っておきますので、そこから大人の方もレッスンしてるそうなので、お問い合わせください。それでははまままた次回もおお願願いいいししすす 哦。Oh. その状態からなるべくクラブのヘッドを。